閉塞とは、鉄道、または軌道における衝突を防ぐための信号保安システムのことである。鉄の車輪を有する鉄道車両は、ゴムタイヤの自動車よりも、はるかに制動距離が長いので、前方に別の車両を発見してからブレーキ操作をしていては、衝突を防ぐことができない。そのため、線路を一定区間に区切り、一つの閉塞区間には同時に二つ。 以上の列車が入らないようにすることで安全を確保している。閉塞とはシステム工学における排他制御の一種であり、鉄道における信号保安の最も基本的な部分である。閉塞の考え方が導入される以前は、列車の出発前に駅同士で連絡をした後、ダイアグラムに基づく運転時刻表に従って、 列車を運行させていたが、遅延が発生し、所定通り運行できない時や、確認に錯誤などがあった際に衝突、追突事故が頻発したため、それを防ぐための方法として閉塞が考案された。日本においては鉄道に関する、技術上の基準を定める省令に定める、列車間の安全確保のうちの一つの方法である。最後東洋漢字 常用漢字に入っていなかった字であるため、法令上は閉塞となっているが、本項目では、法令の引用を除いて、閉塞と記述する。鉄道に関する技術上の基準を定める、省令第101条では、列車間の安全確保としてのいずれかの方法で、運転しなければならないと定めている。このうち、閉塞による方法を鉄道に関する、 技術上の基準を定める省令の解釈基準で具体的に例示したのが閉塞方式である。軌道法による軌道は軌道運転規則第3条により新設軌道のみを運行する軌道については鉄道に関する技術上の基準を定める省令が順用されるが路面に付接する平用軌道区間や平用軌道と新設軌道混在の路線と 道路以外の併用軌道である場合については、軌道運転規則により、最高速度や連結車両の長さなどの諸条件のもと、先行電車に追従して運転することが認められている。また、その場合の速度なども規定されている。単線区間については、保安方式として通標式を施行し、事故のためこれを行うことができないときは、指導法を施行しなければならない。 ただし、次の場合については、軌道運転規則第66条で、保安方式の施行が不要とされている。前線を通じて2カ所以上の車両を運転しない軌道、または、先区前線を通じて、最高速度毎時 25km 以下で、平均速度毎時 16km 以下の運転をする軌道または、先区ウェブトムソン式電気通表機自動閉塞方式で用いられる。 通行表の役割をするもの。一閉塞区間に一つを定めて、これを持たない列車を閉塞区間内に入れないなどとすることで閉塞を実現する。日本の国鉄では単に通標と呼んでいた時代があったが、国鉄分割民営化による鉄道事業法施行以後はその省令により次のように定義されている。本校ではこれら3つを総称して、 通票と呼んでいる部分もあるので注意してほしい。これらのもの材質や形状は法令で統一されておらず、製造メーカーや事業者により異なっている。受け渡しはリベント、紛失や破損防止のため、比較性の頑丈なカバンキャリアや市販のナイロンバッグなどに収めて行われる事業者が多いが剥き出しのまま使用される場合があるなど多様である。また一般に、 手渡しや通標樹機やタブレットキャッチャーでの扱いが便利なようにキャリアについている大きな金属製のリングが目立つためそれを指してタブレットというものと誤解されやすいがタブレット本体はリングの円周の一部分の下のような部分に入っておりさほど大きくはないタブレット日本の多数で使用されたタイヤ式単線用閉塞機では玉もしくは タブレットとも呼ばれる円盤状をした金属で中央に開けられた穴の形状で区間を区別する。穴の形状は丸、第一種、四角、第二種、三角、第三種、楕円、第四種の四種類が基本であるが、国鉄北海道総局管内や一部の私鉄では、かまぼこ形や六角形など変わった形のものも見られた。また、 大道信号が開発した大道 D 型閉塞機ではワン形と呼ばれる円筒形の玉が用いられた。材質は黄金製がほとんどであるが一部ではジュラルミン製も見られた。なお大道 D 型閉塞機に用いられる玉の材質はアルミニウムである。口述の通り第三セクターではごく一部のローカル線などで使われている。 JR の旅客営業路線では2012年9月22日の只見線を最後に使用路線はなくなった。通標日本の国鉄では通標の穴の形状及び下記の形状はタブレットと同様で1種が丸、2種が四角、3種が三角、4種が楕円であるが3種三角のみ倒立しているように見える。これは タブレット閉塞式のタブレットは下記のある側が手前に来るように、表圏閉塞式の通票は下記のある側が奥になるように、スライダーの突起が設けられているためである。また、旧国鉄では肘道区間の多かった、北海道の一部路線で5種と6種と呼ばれる特殊な形状の通票が用いられたこともある。ちなみに、穴の形状は五種が花形で六種が一般的な十字型。 かけは5種が、くぼ形、6種がが2つ並んだ形だった。直径はタブレットとほとんど変わらないが、厚みはずっと薄く、表面に通券箱会場用の突起がある。材質はタブレットが放金製やジュラルミン製であるのに、対して通標ではスチール製やステンレス製が一般的である。古くは棒状のスタッフタイプの通標が用いられた。 現在旅客線上で扱われているのは、津軽鉄道の金木駅津軽中里駅間と、名鉄地高線の大井駅東、名古屋港駅間のみである。このタイプの通標では、棒の一端に種別を表す丸や、三角の形状をした鉄板等が付けられ、反対側や中央に通券箱の鍵が付けられている。スタッフ名鉄地高線で使用されていた、スタッフスタッフは、最初は、 棒状の金具の語源が用いられたが、現在ではタブレットで代用されることが多い。現在旅客船上で棒状のスタッフが扱われているのは、常日の通りが鉄秩行線、津軽鉄道の2路線のみである。なお、一部の鉄道事業者では乗務員の航路表のことをスタッフと称することもあるが、このスタッフとは関連がない。 自動閉塞方式並びに非自動閉塞方式の連鎖閉塞式、連動閉塞式では線路に電流を流して車両が線路上にあることを検知する。これを車両が線路と電気回路を構成することから軌道回路と呼ぶ。閉塞区間が固定されている閉塞方式で時刻表方式、時刻表、列車順序方式、通表方式では 閉塞区間は駅に始まり駅に終わる。信号機によるシステムでは、閉塞区間は信号機間に設定される。閉塞区間の長さは、必要とする列車の運行頻度に応じて設計される。交通量の少ない路線では、閉塞区間長は数キロメートルにも及び、交通量の多い通勤路線などでは、閉塞区間長は数百メートル程度になる。列車は、 信号機が進行を現時するまで、閉塞区間に入ることを許されない。あるいは、通標式の場合は、通標を受け取るまでは侵入できない。ほとんどの場合、直近の閉塞が開通しているだけではなく、その先、最低限のブレーキ距離までの範囲で閉塞が開通していなければ、その閉塞に侵入することが許されない。信号機の間隔を近接して設置する。 自動信号式の場合は、信号機の源氏が一つ先の信号機の源氏を参照するようになっていて、効率的に列車間に挟む閉塞区間の数を制御できるようになっている。閉塞区間の長さを計算するためには、下記のようなことを考慮に入れる必要がある。固定閉塞と移動閉塞での列車同士の安全距離の違い黒色の線が、 閉塞区間赤色の線が列車が在線する、閉塞区間黄色の線は余裕分の区間移動閉塞は固定閉塞とは違い線路に閉塞区間を設置しない固定閉塞式を用いることの欠点として高速な列車はブレーキ距離が長くなるためより長い閉塞区間を占有して線路容量を下げることがある。システムとしてはコンピュータが各列車に対して 他の列車の進入を許さない範囲を計算することで、各列車の現在の正確な位置、速度、進行方向を把握できることを前提に設計されており、線路や車上に備えられた様々なセンサー、タコメータ、速度計などによって検知、または計測されている。移動閉塞では、閉塞信号機とそれに伴い設置される閉塞区間が不要となり、速度指示が 列車に直接伝達される。これにより、安全上必要とされる最低限の間隔を保ちながら、できる限り列車を接近させて走行させることができるようになり、線路容量の増大に貢献する。信号システムの観点から、上の固定閉塞の図は、先行列車が在線している、区間全てを占有していることを示している。これは、 区間内のどこにに列車がが存在しているるるかかかを正確に知こことでできなかったからであるこのため、固定閉塞方式では、続行列車は、先行列車が在線していない、閉塞区間の境界までしか進むことができない。2番目の図に示すように移動閉塞では、列車の位置と、その原則曲線を列車が常時計算しており、地上装置に対して無線で報告している。 このため地上装置は防護区間を計算し、最も列車に近い障害に停止限回転を設定することができる。列車の在線位置には不確定性があり、列車の長さに対して安全上の余裕を含める必要がある。これを総称してフットプリントと呼んでいる。この安全上の余裕は列車が移動距離を計算する方法の精度に依存している。 移動閉塞に基づく CBTC を使えば、続行する列車の安全距離を短縮することができる。この距離は、列車が常時報告する位置、速度に従って、安全上の要求を満たしながら変化する。これにより、列車の運転間隔を短縮でき、線路容量を増加させることができる。移動閉塞は、ロンドンのドックランズライトレールウェイや、 ニューヨークのカナーシーエル線などで用いられており、ジュビリー線でも使用する計画がある。イギリスのウェストコースト本線の近代化でも、移動閉塞を採用して、最高速度を140マイル毎時まで引き上げることが、計画されたが、十分成熟した技術ではないと考えられたことと、他の線との接続点が多いことなどから、計画は断念された。移動閉塞は、 アートムズの E トックスレベル3でも使用に入っており、この仕様では列車はブレーキ距離だけの間隔で先行列車に続行して走ることができるようになっている。日本では JR 東日本で無線式の移動閉塞制御を実用化させ、無線による列車制御システム a t a s を2011年春から先石線、青葉通駅東塩釜駅間に導入した。 常用閉塞方式とは、平常時使用する閉塞方式のことであり、代用閉塞方式に対する語である。非自動閉塞方式とは、人手を介する閉塞方式である。列車数があまり多くない時期にはよく用いられていたが、1980年代以降、列車本数の比較的多い路線は、自動閉塞式への変更が進められ、 また非自動閉塞方式のまま残っていた路線は廃止されたり1990年代まで残った路線のほとんどは特殊自動閉塞式に移行されたため運行本数が少ない路線で使用されるのみとなっているスタッフ閉塞式札沼線石狩月型駅におけるスタッフの交換銚子電気鉄道笠上黒ハ駅下りホームにあるスタッフの表示板 笠上黒ミクロハエ駅、外川駅間のスタッフの形が三角形であることを示す。スタッフ閉塞式とは、一つの閉塞区間で一つのみの通票を使用し、その通票を持っていない列車が出発しないと定めることにより閉塞を実現する方式である。国鉄時代には通票式と呼ばれていた。スタッフ閉塞式は、使用する設備がスタッフだけであり、簡単に運用ができる。 しかし、列車を発車させると、スタッフが戻ってくるまで次の列車を発車させることができず、ダイヤの編成に制限ができるという問題がある。このため、主に交換駅のない幹線行き止まりの路線に用いられている。かつては代用閉塞の一種とされていたため、ローカル線では特任で乗用されていた。1965年に正式に乗用閉塞の一つとされた。 スタッフ扱いを行う駅は、基本的に閉塞区間の起点の一駅のみである。2020年6月現在、JR の旅客線で運用されているのは、JR 東海の名称線と、JR 西日本の小しび北線のみである。地方鉄道では、大井川鉄道大井川本線、長手電気鉄道線、小港鉄道線、湯利高原鉄道町海山六線、長良川、 鉄道越美南線、熊川鉄道湯の前線で使用されており、百利高原鉄道と熊川鉄道では、交換駅を境に閉塞方式が違うため、上下列車の交換の際には、終点駅から来た上り列車と、起点駅から来た下り列車との間で、タブレットとスタッフの交換を行っている。併用軌道区間でのスタッフ閉塞単線の併用軌道区間で、 スタッフ閉塞を採用する場合、普通のスタッフ閉塞では、スタッフのある駅側から一個列車のみしか発車させることができないが、併用軌動区間の場合に限り続行表を取り付ければ列車を発車させて良いことになっている。スタッフは同一方向に連続して運行される最後の列車に携帯させる。スタッフのみで閉塞ができる期間の通信も必要ないのは、 通常のスタッフ閉塞と同じであるが、スタッフのある駅側からならば同一方向に連続して列車を発車させることができる点では、表見閉塞式にも似ている。なお、この方法は法的には通標式と称している。このようなことが認められているのは、平洋軌道においては閉塞の概念が通常の鉄道とは全く異なっていることによる。法令により、 平用軌道区間では列車の最高速度が時速 40km に制限されており、単線区間では正面衝突の危険はあっても追突は目視で十分避けられるとされているからである。標権閉塞式標権閉塞の概念図標権閉塞式が使用されていた北陸鉄道小松線の小松化が8万間で使用されていた 通券箱下部に通標を入れることで上部の蓋が開き、通券を取り出すことができる名称線で通券を運ぶための専用の袋。松坂家城と書かれている、表券閉塞式は、同一方向に連続して列車を発車できないというスタッフ閉塞式の欠点を解決するために考案された方式である。通標は一つの閉塞区間で一つのみであり、通標を持っている。 側の駅で先発の列車に通票の代わりの通券を渡し、後発の列車に通票を持たせることで、続行運転することができる。続行運転を行わない場合は、通券は必要なく通票を列車に持たせることで、スタッフ閉塞式と同じ扱い方になる。通券は通券箱に収められており、通票が通券箱を開くための鍵となっている。 閉塞を行う場合は、出発駅の運転取扱者と到着駅の取扱者とが専用の電話にて打ち合わせる。閉塞が承認されたら両駅で、それぞれの閉塞用電話機に、ま、列車閉塞区間にありと白地に赤字で記された閉塞表を掲示する。続行列車がない場合は、当該区間の通票をキャリアに収納して運転士に渡す。 到着駅では運転士から通票を受け取り、キャリアから取り出して確認した後、出発駅と閉塞解除の打ち合わせをする。閉塞が解除されたらば、それぞれの駅では、閉塞表を裏返して、マレッシャ閉塞区間に、なしと白地に、黒字で記された面を上に向けて掲示する。続行列車のある場合は、電話にて打ち合わせの後、通票で通券箱を解除して、 中から通券を1枚取り出し、閉塞区間の駅名と列車番号、発行年月日と通票の種類を記載して、当該区間の通票を提示しながら運転士に渡す。これは、この停車場が通券の発行が可能、つまり通券を携帯する列車の出発を行える停車場であることを確認するためである。運転士は通票を確認した上で通券を受け取って、 列車を発車させる。駅に着くと運転手から通券を受け取った、運転取扱い者は直ちに通券に印をつけて、無効化する。着いた駅では、前の駅に電話をして、列車の到着を知らせる。これは、列車が次の駅に到着する前に、後続の列車を発車させると、追突する、危険性があるためである。この閉塞方式では通券を用いることによって、 続行列車を設定することができるので、運転効率は飛躍的に向上する。しかし、常に通票のある停車場からしか列車を進出させることができないので、急な運休や事故等で列車運行の順序を変えて、通票のない側から列車を進出させる必要が生じた場合、通票を陸送しなければならないなどの制約がある。2017年2月現在、 旅客営業線上で目にすることができるのは、銚子電鉄の中の町駅笠上黒葉駅間、小港鉄道の上佐牛区駅、里見駅間、名鉄筑工線、JR 東海名所線の松阪駅対下場、駅間である。また、タブレット閉塞式を使用している区間の、閉合閉塞にも使用されるが、日本では2004年10月16日の八戸線の、 閉塞区間が統合されたのに伴って消滅し、この例はなくなった。標権指令閉塞式標権指令閉塞式は、標権閉塞式の一種である。代用閉塞方式である指導指令式と類似しており、c t c などを使用している区間で、閉塞区間における列車、または車両の有無を確認できる装置と、列車無線装置等の通信設備が利用できる場合に、 運転整理担当者が閉塞取扱い者となって閉塞を行う。2020年8月時点で、北条鉄道北条線でのみ運用されている。北ッケ口駅での列車交換設備工事に伴い導入されたもの。これにより、無人駅、北ッケ口駅での列車交換を可能とした。北条町駅内の指令員が全体の運行状況を統括。行き違いの際、 列車の通行許可証の役割を果たす IC カードを運転士がホッケ口駅の表券箱に収めたり運転士間で手渡しをしたりする。タブレット閉塞式表券閉塞式に代わって使われ出したのがタブレット閉塞式である。国鉄では通票閉塞式と呼んでいた。タブレット閉塞式は両側の駅に複数の通票を収めたタブレット閉塞機を設置し、 閉塞機から通標を取り出して、閉塞を行う方式である。まず、両駅で信号取り扱い者の駅員が電源と、閉塞用の専用電話により閉塞の打ち合わせを行い、両駅のタブレット閉塞機を決められた手順で操作すると、タブレット閉塞機の検電機の針が、出発駅側は、中立から全開、到着駅側が、中立から半回に触れ、この状態で、 タブレット閉塞機の会場ボタンを押すと出発駅側は株引き手が全開となりタブレットを取り出すことができるが到着駅側は株引き手が半開となりタブレットを取り出すことができない状態となり閉塞が完了する。その後出発駅側のタブレットを駅員がカバンキャリアの中に収めてカバンキャリアを列車の運転士に持たせてから出発駅を出発する。 その後、到着駅に列車が到着すると運転士が、カバンキャリアを駅員に渡して、中のタブレットを取り出し、再度両駅で電源と閉塞用の専用電話により、閉塞解除の打ち合わせを行い、両駅のタブレット閉塞機を決められた手順により、操作して、両駅のタブレット閉塞機の検電器の針が、中立の位置に戻り閉塞が解除され、タブレットを、 到着駅側のタブレット閉塞機の上部引き手に収め、両駅のタブレット閉塞機の下部引き手を占める。つまり、一つの駅間でタブレットは一つしか出ておらず、タブレットを閉塞機に収めるまでは、到着駅側の閉塞機からタブレットを取り出すことができないシステムになっている。よって、タブレットを持っていない列車は出発できないようにする、ことで閉塞が実現する。また、 列車の出発駅を変更するときには、再度両駅で打ち合わせをした後、両駅のタブレット閉塞機を決められた手順で操作すれば、その出発駅の閉塞機からタブレットを取り出すことができるので、表券閉塞式の一番の問題点を解決することができる。なお列車到着後、直ちに対抗列車を進出させる場合には、タブレットの折り返し仕様が認められていて、 タブレットを閉塞機に戻すことなく、対向列車の運転士に渡すことができる。この取り扱いを行う場合は、両停車場の閉塞機に、タブレットの折り返し使用中と記された標識を掲示する。また各駅間のタブレット閉塞機には、他の駅間のタブレットを収めることができないようになっている。受け渡しを行う駅を列車が通過する場合、 運転手は通過の際に速度を落とし、運転手または運転女子が現在持っているタブレットの入っているキャリアをホームの末端にある通標樹木にタイミングを合わせて引っ掛けて走り抜け、ホーム先端にある通標樹木からタブレットキャッチャーで自動回収するか、または手で拾い上げて通過する。受け取りに失敗するとタブレットを持たずに次の閉塞区間に 侵入してしまうことになるため、当然ながら、その際には列車を一旦停車させて、タブレットを拾いに出なければならない。JR の旅客営業線で、タブレット閉塞式を使用していた最後の路線は、只見線の合図番毛駅合図川口駅間で、あったが、2012年9月22日をもって終了し、翌日から特殊自動閉塞式に切り替えられた。これを最後に、 タブレット閉塞式を採用している路線はない。第3セクター鉄道では、百合高原鉄道町会三六線、熊川鉄道湯の前線で運用されている。百合高原鉄道の前里五本城間は、スタッフ閉塞となるため、前後駅では、上下列車の交換の際に、タブレットとスタッフ交換が行われる。旅客列車からも見ることができる。連鎖閉塞式連鎖閉塞式は、 タブレット閉塞式の欠点を改善して、通標を用いないで済むように開発された閉塞方式である。閉塞区間の両端の駅に連鎖閉塞機を設置し、駅構内の両端にある場内信号機前後に50メートル程度の回電路式軌道回路と閉電路式軌道回路の2つの単小な軌道回路を設置しており、この2つの軌道回路を列車が踏むことによって、 閉塞区間内の列車の有無を検知、記憶して、閉塞を確保する、チェックインマイナスチェックアウト方式の、閉塞方法である。列車を発車させる際は、両駅で信号取り扱い者の駅員が、閉塞用の専用電話で、閉塞の打ち合わせをして、閉塞区間内に列車がいないことを確認した後、両駅に設置された、連鎖閉塞機の一体の方向テコを、範囲に操作して、 閉塞を開始すると、運転の方向が駅表示板に表示され、出発側の駅では一方側の出発信号機が進行を原時して、到着側の駅では片一方側の出発信号機が停止を原時する。その後、出発した列車が出発側の駅の出口側にある平電路式軌道回路を通ると、列車が閉塞区間内に入ったことを検知して、 出発側の駅では、出発信号機が停止を厳示して、閉塞区間内に列車がいることを、両駅の駅表示板に表示される。列車が到着側の駅に接近すると、その駅表示板にあるブザーが鳴り、到着側の駅の入り口側にある階、電路式軌道回路を通ると、列車が閉塞区間内から出たことを検知して、閉塞区間内に列車がいないことを、 両駅の駅表示板に表示されるので、列車が到着駅に到着した際には、再度両駅で閉塞用の専用電話で、閉塞解除の打ち合わせをして、両駅の連鎖閉塞機の方向テコを定位に操作して、閉塞を解除する。両駅の連鎖閉塞機の方向テコが半くらいの状態で、閉塞区間内に列車がいる時には、運転の方向が作業されて、 方向テコが取り扱いできない状態となり、そのため、両駅での出発信号機の操作もできず、停止を堅持したままの状態となるので、その結果、閉塞が確保される。よって信号機を守っていれば、通標という物証を用いなくても閉塞が実現されることになる。通標を扱う機会の多い線区や、豪雪地帯など、通標扱いに、 支障のある線区に多く導入されたが、タブレット閉塞式と同じく両駅で信号取り扱い車が必要なこと、両駅で同一方向に、続けて列車を出発させる場合には、再度両駅で打ち合わせをする必要があること。1962年に、上越本線で発生した事故により、閉塞を直前転換した際に、双方の駅から同時に列車が進入できてしまう。 構造上の欠陥から安全性が問題視されたことや後に開発された特殊自動閉塞式へ容易に改良できることから急速に姿を消した。JR の旅客船で連鎖閉塞式が最後まで使用されていた路線は山田線の森岡駅宮古駅間であったが2018年3月25日から特殊自動閉塞式へ変更された。 2017年3月31日現在、連鎖閉塞式が使用されているのは、新越本線貨物支線の上沼水、信号場マイナス焼木島駅間のみである。連動閉塞式連動閉塞式は、連鎖閉塞式に似ているが、隣の駅まで連続した軌道回路を設置している。これにより、列車走行中に連結が外れた、移留車両があれば閉塞が解除されないため、 閉塞が異常であると検知することができる。連動閉塞式に使用する閉塞機は連動閉塞機という連続した軌道回路があることから自動閉塞式への改良が容易で、また1947年の室蘭本線列車衝突事故で連鎖閉塞式と同様の構造上欠陥問題があったことから早期に自動閉塞化された。 2017年3月31日現在、日本では、阪神向川線と大本線貨物支線でのみ、使用されている。送信閉塞式送信閉塞式は、伏線運転の初期に、英国から導入された、採掘式閉塞機をもとにして、明治31年に、小出徳次郎、大田新一郎、先日根次郎等によって考案され、翌年、 坪井誠が改良した伏線用の閉塞システムである。両端の停車場でタイとなる送信閉塞機を設け、両停車場の運転取扱い者が電合図や電話連絡を取り、共同作業で閉塞を行った。送信という名の通り、閉塞機中央には左右に腕を持った腕に式識信号機上の表示器があり、その腕の角度で出発、到着停車場を現時させていた。 送信閉塞式はまず新橋駅品川駅間で使用された後、全国に普及していき、植民地時代の朝鮮の鉄道でも使用された。しかし、タブレットのような物証も連鎖閉塞式のような信号機との連動もなく、運転取扱い者による閉塞機の表示確認のみで列車の運行を行うため保安度が低かった。また、伏線区間は、 列車の運行頻度が高いので、原理上、停車上間で一列車のみが運行できる、送信閉塞式では、運行回数の増加に対応できず、早くから自動閉塞式への変更が進められた。その結果1965年に最後まで残っていた、伊田線の自動閉塞化によって消滅した。自動閉塞方式とは、人手を介さない閉塞化方式である。 自動閉塞式停車場内および停車場間に連続した軌道回路を設け、列車の車輪で回路を短絡させることで、自動的に閉塞と信号機の制御を行う方式。単線自動閉塞式と複線自動閉塞式があり、前者は停車場間の単線区間を複数の閉塞区間として分けることで、複数の軌道回路と閉塞信号機を設けて、閉塞区間の入り口には、 列車の進入を許可を行う閉塞信号機を設置している。両側の停車場にある方向テコを取り扱うことで、一方の閉塞信号機を青にし、片一方の閉塞信号機を赤にして、一方方向の列車にしか進入を許可しないことによるものと、軌道回路による列車の検知により、自動的に閉塞信号機を制御することで閉塞を確保している。そのため、 停車場間の一方方向に複数の列車を走らせることができる。校舎は停車場間の伏線区間に複数の閉塞区間を分けることで複数の軌道回路を設けており、閉塞区間の入り口には列車の進入を許可を行う閉塞信号機を設置しており、軌道回路による列車の検知により、閉塞信号機を自動的に制御して閉塞を確保している。ただし、 2004年8月11日に鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準が改正されて、軌道回路によらない方式で列車位置検知を行うものも自動閉塞式に含まれることになった。これに相当するのはコンバットである。駅で複数の人間によって異常を確認できる前述の方式と異なり、事実上運転士一人の注意力に頼らざるを得ず。 実質的に無閉塞と同じであった。これを安全に取り扱うためには自動列車保安装置の導入が必須である。そのため ATS 方式を採用している区間は閉塞方式は ATS と表現されることもある。特殊自動閉塞式停車場間の線路には軌道回路を設けず駅構内の線路にのみ軌道回路を設ける方式。単線専用の閉塞方式であり、 停車場間で一閉塞区間のみで必要に応じて停車場には遠方信号機が設置される。非自動閉塞と同様、駅間に信号用高圧線を設置する必要がないことから一般的な自動閉塞式に比べてコストダウンを図ることができる。車内信号閉塞式車両中に信号を表示する方法。通常自動列車制御装置との組み合わせで使用される。 主に、遠くの見通しが効かないために、通常のように信号を設置できない、地下鉄、高頻度運転を行う、路線、高速運転のため地上信号機の使用が困難な、新幹線、自動列車運転装置を使用する路線で利用されている。新幹線や、JR 東日本の一部で使用される、デジタル a t c では閉塞という概念そのものが大きく変化しているため、 車内信号を使用する者の,の車内、信号閉塞式とは故障せず、ATC 方式という。非自動閉塞方式を採用する区間において、列車便数の少ない時間帯などに、いくつかの閉塞区間を一区間に集約して、閉塞扱いを簡単にすることを、閉合閉塞という。常用閉塞が、表権閉塞式の場合、閉合閉塞も、標権閉塞式である。 この場合、常用閉塞の時と併合閉塞の時とで、誤認のないように、常用閉塞の同方向あるいは、反対方向と通表の種別が一緒であってはならない。常用閉塞がタブレット閉塞式の場合、併合閉塞は、通常表券閉塞式に変更され、タブレット閉塞機に、白地に、赤字で、使用停止と記された標識を掲げる。9 国鉄の運転取扱基準規定では、種別後人によるご扱いがないように隣接区間においてはタブレット及び通票の種類を変えておくように規定しているが、タブレット閉塞のタブレットと表権閉塞の通票は容易に識別できるためか、常用閉塞の同方向あるいは反対方向とタブレット、通票の種別が同一であった例が散見される。また、 国鉄時代の北海道では、平行閉塞時の通標、及び通券を収納するキャリアに、輪っか部分の一部を切って、短くしたものを使用していた。このキャリアを使用する場合、通標の通過樹示はできない。なお、童和工業小坂鉄道のように、一部の私鉄では、平行閉塞時にもタブレット閉塞式を施行した、例がある。 この場合は常用閉塞用と併合閉塞用で別個のタブレット閉塞機が必要となる。連鎖閉塞式で併合閉塞を行う場合は取り扱いを休止する停車場の閉塞機を停止させ、併合後に両端となる停車場間で1、閉塞区間となるように回線を組み替えればよい。しかし、連動閉塞式を施行している区間で併合閉塞を行う場合は、 表現閉塞式に変更される。これは、連動閉塞式では停車場内に、軌道回路が設けられていないため、閉合後の停車場間を、連続した一つの閉塞区間とすることができないからで、ある。装置や、線路の故障、計画工事などにより、通常の閉塞方式を使用できない場合に、通常の閉塞方式の代わりとして使用する、閉塞方式。 代用の言葉の通り、常用の閉塞方式とするものではなく、非常時の一時的な閉塞方式であることに注意されたい。指導者単線区間、または複線区間で単線運転を行わざるを得ない場合において、一閉塞区間を何かの理由により分割し列車を運転せねばならないときに施行される閉塞方式である。発駅の駅長は、 ただ一人の指導者を任命し、当該区間に侵入する列車は必ず運転室へ、当該指導者が転乗することで安全を確保する、方式、スタッフ閉塞式の人間版とも言える。閉塞取り扱い者は、初駅の駅長である。また、常用閉塞方式からの移行時には、閉塞区間における列車、または、 車両がないことを閉塞区間の両端の駅長が相互に連絡を取り合い、軌道回路を使っている制御盤などで確認する必要がある。列車は発駅に帰ってくることが前提であるので、指導権等を使った他の列車がこの区間に入ることはできない。単線運転の区間において出発信号機、またはそれに値する装置が、 故障し進路の安全確保ができない場合に施行される閉塞方式である。指導者を設ける点は指導式と同じだが、その閉塞区間の両端にあたる停車場に指導権を設置し、同一方向に続行列車を走らせることができる。指導者は表権閉塞式の通票に見立てることができ、同一方向に運転される最後の列車に指導者が乗車する。また、 指導者を用意できない場合は、指導者ワンショに指導表を同梱して、これに変えることができる。なお、最近の技術基準省令の解釈基準では、あらかじめ指導者ワンショの廃止を取り決めておけば、指導表だけの運用も認めている。指導通信式は、出発信号機の故障の場合だけ施行され、場内信号機や閉塞信号機の故障では施行されない。 単線区間、または複線区間で単線運転を行わざるを得ない場合、CTC などを使用している区間で、閉塞区間における列車、または車両の有無を確認できる装置と列車無線装置等の通信設備が利用できる場合に、運転整理担当者が閉塞取扱者となって行う、指導通信式と同様の方式。新幹線において、 事故などにより単線運転を行う区間のうち、停車場間における列車、または車両の有無を自動的に検知する装置と一、閉塞区間に一人の指導者を任命して、両端の駅長が閉塞取り扱い者となって行う方式。複線運転をする区間において、あらかじめ定めた区間を一、閉塞とし、その区間に列車、または車両がないことを通信によって確認しながら、 一閉塞区間に一列車ずつ列車を運転する方式。閉塞取扱車は閉塞区間両端の駅長である。指導時、指導通信式と同様、常用閉塞方式からの移行時には閉塞区間に列車、または車両がないことを確認しなければならない。伏線区間のうち CTC を使用している区間などで閉塞区間における列車、または 車両の有無を確認できる装置と列車無線装置等の通信設備が利用できる場合に運転整理担当者が閉塞取り扱い者となって行う通信式と同様の方式新幹線の複線区間において停車上間における列車または車両の有無を自動的に検知する装置を用いて両端の駅長が閉塞取り扱い者となって行う方式鉄道に関する 技術上の基準を定める省令第101条に定める列車間の安全確保のうち蒸気で掲げた閉塞による方法以外の方法は下記のようなものがある。厳密に言えば閉塞方式ではないが閉塞方式と関連があることからここに記述する。新幹線やデジタル ATG など ATG で制御されるのを条件とし閉塞区間に依存せず ATC の間隔制御のみにより運転する方法。これらの ATC は地上から送信された速度情報ではなく、先行列車との距離情報と当該車両の減速度をもとに列車の間隔を制御しているため、ある特定の位置区間を一つの列車に占有させるという閉塞の概念ではなく、ATC によって列車間の間隔を安全かつ適切な間隔に 調整するという概念に変化している。ただし列車検知は従来、道力軌道回路としている。これは、日本の鉄道有4年の歴史上初めての概念となり、一般的にはまだ馴染みがない。このため、閉塞方式のタイ語として、ATC 方式とも言う。JR 東日本では2011年により、列車検知を軌道回路に依存しない。 エイタックスと呼ばれるシステムを実用化している。車内信号閉塞式と異なるのは、閉塞区間を持たないため、駅間に閉塞区間の境界を示す閉塞標識がないこと。ただし、停車場内外の境界を示す必要性があることからそれに相当する標識は、検釈してある。その他、JR 北海道が GPS を使った方式を検討中である。正しくは、 動力車を操縦する係員が前方の見通しその他列車の安全な運転に必要な条件を考慮して運転する方法といい運転士の注意力のみに依存して運転する方法最高速度を規制している例が多い無閉塞運転前方の閉塞信号機の停止信号で停止し1分経過した後その停止信号の内方を最高速度を規制して運転することを 無閉塞運転という、詳しくは当該項目を参照のこと。しかし、実際には規定が遵守されず、列車衝突事故を引き起こしたことが幾度かあるため、最近では無閉塞運転実施にあたり、指令に前方列車の有無の確認を義務付ける場合が多い。また、無閉塞運転から閉塞指示運転に移行した鉄道会社もある。 閉塞巡洋法通信の途絶その他特別の自由により通常の閉塞方式、代用閉塞方式のいずれも使用できない場合にやむを得ず使用される方式。1閉塞区間1列車の原則から外れるため閉塞方式ではなく閉塞巡洋法と呼ばれる。保安度が低い上通信設備の信頼性が向上した現在、閉塞巡洋法は鉄道に関する。 技術上の基準を定める省令の解釈基準には規定として盛り込まれておらず、景品急行を除き使用されることはなくなった。なお、下記のいずれもが国鉄においては1961年の山陽本線列車追突事故を機に順次廃止され、JR も継承していない。鉄道に関する技術上の基準を定める省令第1 1条第2項でいう、 救援列車を運転する場合または、工事列車がある区間にさらに他の工事列車を運転する場合であって、その列車の運転の安全を確保することができる措置のことであって、現在では、上記閉塞による方法、列車間の間隔を確保する装置による方法、動力車を操縦する係員の注意力による方法のいずれも施行できない時に実施する例外規定であり、 救援列車を運転するときでも、複線区間で蒸気の方法が施行できるときは、電令法を実施しないことがある。旧省令では、電令法は閉塞順用法の一部として扱われていたが、列車の救援という性格を明確にするため、現在では独立した運転方法としている。電令法により、列車を運転する区間に、電令車を1名定め、 伝令車がいずれかの停車場に帰着するまで、閉塞区間に新たな列車を運転することはできない。また、伝令法を施行する際に、すでに閉塞区間に存在する列車、または車両は位置が確認され、かつ停止が確認されていなければならない。ありがとうございます。